おはようございます。時刻は15時45分非常に眠いですね。先ほどまでなんか迎えに来られてすっぴんまで撮られてといった感じだったんですけれども、連れてこられたのはなんかピンがね、ピンが見えるんですよ。ラウンドワンに来てます。すいません、東方ラウンドワン自体ですね、多分ショッピングモールについているラウンドワンに数回家族で立ち会っただけでして、初めてかな、ちゃんと来るのなんですが、どうやらまあジャージ着てるのからも分かる通り、なんか運動するらしい、運動するって聞いたから一応ジャージ着てきたんですけど、おはようございます。お疲れ様です。ボーリングやります。あ、ボーリング、なるほど、はい、対決です5年ぶりぐらいですけど大丈夫ですかね。私ここも人生で 2,3 回しかやったことないんで。あ、そうですか。多分いい勝負になると思うんですけどでもだとしても、ガーター付き、まあ、そこはちょっと、あ、優しい、ガーター付けていただいて、なるほどなるほど、僕と勝負しようかなと思って。なるほど、僕に勝ったら帰りに弟くんにいいご飯を、はい、そう、弟がそうお腹空かしてるから、はい、いいとこ見せたいですね、そりゃ、はい、で、負けたら、紅茶でちょっとハードなことしてもらいますやっぱハードなものあるんですね。いや、やだ、まあ、ちょっと運動していただき、やだ、はい、わかりました、はい、まあ、どっちが勝つかは本当にわかんない。僕もどれぐらいテンプちゃんがうまいかわかんないし、テンプちゃんも僕がどれだけできるかわからないと思うんで。そうですね、多分いい勝負になる気はする、はい、いいでしょう。ちょっとやってみましょう。でもねじさんと勝負って初めて、そうですね、初めてですね、初めての勝負ボーリング編ボーリング編はい、じゃあやっていこうと思います。行きましょう。はい、ということで、ボーリング場にやってきました。いや、なんかびっくりなんやけど、なんか今映像とかあるんですね。本当に私さっき5年前に来たって言ったんですけど、多分十数年前かな。本当にこんなにいろいろあるとは思いませんでした。で、ひとまずボールだけ、今回選んだのが9、9、5とかですか、これ、分かんない、9です。まあ、結構小さめのやつじゃないとマジで人間が持つ重さじゃなかったのでとりあえず9で今回やってみようかなって思います。今からじゃあ、マネージャーのデリさんと初対決ということでボーリングやっていこうと思います。今回、10投投げるのかな、とにかく 10回投げて1ゲーム分、1ゲーム分のスコアで対決するらしいです。ごめんなさい、私ボーリングマジで分からんので、ひとまず球をまっすぐ投げる、そしてピンを倒すというゲームとしか分かってないんで、ちょっといまいち本当に分かんないですけど、多分より多くのピンを倒せばいいだよね。いまいち分かんないけど、あそこに点数が出るらしいんで、ちょっと頑張ろうかなと思います。じゃあ、やってきます。じゃあ、行ってきますね。はい、いいです。
右利きだと左にそれやすいので右の方から入った方がいいんじゃないかという、ちょっとやってみます。いやー、むずい。使ってやろうかなって思ったんですけど、店員さんがダメです
って言われました。諦めていこうと思います。なんか始まったし、張り手みたいなのが。なし。やだ。何この空気。なしか。何この空気か。超軽いんだけど、ちょっと投げ方が分かんないっす。頑張ります。やばい。ちょっと考えます。7号はダメみたい。じゃあ頑張ろうと思います。これが最後。頑張る。だけのボーリングです。いたたた。はい。負けかけなんで。はい。僕と坂本君が二人で飯行ってきます。仲良くしてあげてください。じゃあ罰ゲームある。はいはい。こっちまた。あ、了解です。もう寝たいです。はい、ありがとうございます。おはようございます。やだ。布団買いに行くそんな動画撮りませんが、みんな幸せだろ。私の布団を高級布団、まず高級布団にする。お金入った。ちょっと無機物の。はい。無機物の布団。撮影しましょう。